埼玉大学社会調査研究センターの松本正夫センター長にお見えいただきまして、マスコミ世論調査という社会資産をどう守るかという、まあ、これが最終的な題になりましたけれども、世論調査と報道ということで一度、まあ記者クラブとしても少し掘り下げてみようではないかという、これがそもそもの最初の発案でございまして、まあ去年から実はこうした企画を考えていたんですが、衆議院選挙ございまして、その気を逸して、しかしその衆議院選挙の後も松本先生にお見えいただきまして、分析を頂戴しました。でこの機会にまた、ちょうど今年は国政選挙がない年でございまして、とはいうものの自民党の総裁選挙という大変、我々にとって関心の高い時期でもありましたので、この機を捉えまして、3回のシリーズにいたしまして、第1回の、トップバッターに先生にお越しいただきました。3回シリーズで行うと思いまして、この後まだあと2回ほど考えておるのがございます。そのことについてはまた終わり際にご紹介しようと思います。で今回先生には、まあ、総裁選挙も含めて世論調査そのものがどのような政治に影響を与えているか、また先生ご自身も、こうあるべきであるということもお考えでいらっしゃいますので、そのあたりもご開陳をいただければと思っております。先生は政治と世論調査ということをテーマに長年研究をなさってきた、この分野では本当第一人者だと思うんですけれども、お生まれは1955年生まれでいらっしゃいまして、今一番脂の乗り切った先生の研究活動だと思います。前置きはあまり長くてももうしょうがありませんので、早速本題に入りたいと思います。ご講演の後質問をお受けしたい、ぜひお質問したいと思いますので、またその時間には挙手をしていただきまして、ご質問いただければ幸いでございます。それでは先生、今日はどうもよろしくお願いいたします。はい、松本でございます。よろしくお願いします。昨年に引き続きこのところ例年毎年お声掛けをいただいて、こういう機会を得ましたことを大変、感謝しております。ありがとうございます。それで総裁選の直後ということで、これをめぐって、世論調査というような、そういうお題をいただいたんですけれども、残念ながらメディアさんがおやりになっているような今回こういくつか報道されていたようなその党員の方に関する調査というようなことを私はもちろんやっておりませんし、そういうデータも持ち合わせておりませんので、その辺のところはご容赦いただいて、本筋としてはマスコミ世論調査というこの行方っていうんでしょうか、これをこう今後どう守っていったらいいんでしょうかという、ちょっと大それたテーマで、お話をしようというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。でそうは言ってもこの総裁選のこの話をしないわけにはいかないので、ちょっとこんなことを、印象風に挙げてみました。で今回の自民党総裁選を、総選挙のような形で名付けるとすれば、どう表現したらいいのでしょうかというちょっと考えたんですけども、注目しないでねというか、注目禁止っていうような、こういう選挙だったのかなと、あんまりじろじろ見ないでねというんでしょうか、いちいち気にするなよっていうような、こういう雰囲気の選挙だったような気がします。でその割には、そこそこ注目されたな、注目されちゃったなっていうんでしょうかね、どっちから見るかっていう話ですけど、そんなような選挙のようにこう旗から見ていて思います。で大変失礼ながら
政治家の方たちとお付き合いはこんなことに全くないので、端から見ているというそういう印象ですけれども、自民党の政治家諸経はやっぱりこう、駆け込み需要っていうんでしょうかね、辛辣な言い方をすれば、今のうちにいい思いをしておかないと後がないかもしれないからっていう、こういう思いなのかなというふうに、見ていて、感じました。で、このあと、まさかあとは野となれ山となれっていうことはないだろうけれどもっていうような、そういう感じなのかなという、気が見ていてしました。で、じゃあ一般の党員はというと、ここが私、具体的に何か証拠を持ってということではないので、これはもう本当に印象ですけど、で一方のその、一般の党員の方々が逆に安倍さんに気を使うというか、気を使わざるを得ないっていうんでしょうかね。で、調査の結果などを見ていると、面白い現象っていうか、ちょっと世論調査をどう捉えたらいいのかっていうのが一つの課題になってきていて、何かというと、世論調査の一般世論調査で自民党支持だと支持者に聞いた結果かというのが、実は実際の党員の選挙の結果と一番遠くて、で真ん中に世論調査の結果の、トータルの結果があって、各社がおやりになった党員に対しての選挙調査の結果っていうのが非常に近いっていう、だからその辺のところの、要するに、自民党のその党員の人たちというのの、今の構成っていうんでしょうか、それから、そういう方たちが今回の総選挙に関してどう対応したのかというのを、やっぱり、ぜひこの私ではなくて、関わった方にお聞きしたいし、そのお話をしてほしいなというふうに逆に思っていて、私の後に10月に別の方が総裁選をめぐる世論調査の結果っていうのをお話になると聞いているので、そこでそういうお話があるんであれば、ぜひお聞きしたいと思っていますんで、私はそこはもう、印象でしかないのですが、安倍さんに気を使う、どう気を使うかのかっていうと、やっぱり、安倍さん切れないでねっていう、せめてオリンピックまではっていうような、こんな感じかなと思います。もしそんなことがあれば、やっぱり当然こう、ご自分たちにもその影響があるわけですから、その辺のところのこうやっぱり、気持ちというのの表れっていうのが、あったのかなというふうに思います。またこの辺に関しては何か後でご質問があればということで、さらっと逃げたいんです。で、証拠がないと物も喋れないたちなので、この辺はちょっと勘弁してもらってですね、自分のデータとか、自分が手持ちで持っているような、結果に基づいたお話の方をちょっと一通りしてから、いろんなその質疑応答にで、お受けするという形にしたいというふうに思います。で、この話からいきたいと思います。若者の安倍支持っていうか、今若い人たちの自民党支持とか、安倍支持っていうのが非常に高いと、昔の常識を知っているものに関して言うと、自民党支持とか内閣支持っていうのは若い人で低くて、その年配の方で高いっていう、いわゆる年功序列曲線ですよね、弱低老高型、それがもう正反対の形にこうなっているというのは、もうどのデータでも、そういう傾向が見れるので、これはなぜか、何なのっていうことを、一番こう注目されるし、いろんな質問を受けるわけです。で、私も確か新聞研究の今年の号だったかなに、このこと書いて、リアリティなき人ごと支持と、だから若者たちが、安倍支持だとか、それから自民党支持がこう高いということに関して、自分たちが
一番その若いところの支持が高くて、今までと違ってこう、年配の人の方が低いという、まあ世間がそれを注目してるんですけど、そのこと自体を党の若い人たちが気に留めてないっていうんですかね、まあそういうことをちょっとデータをもとに書いたんですけど、でまあこれって何って言われて、こうなかなか党の本人たちも意識しない、してないわけですよ。でだからそれはなぜかっていうのをこう見ていくのはなかなか難しいんだけど、まああえて言えばこの支持するチェックって書いたのは、まあこういう世論調査で聞かれてこう支持するっていうのをチェックする、支持するっていうのを選択するっていうのが、まあ彼らにとってみればデフォルト、まあ、だからなんで支持するなのって言って、だって安倍さん支持するっていうのがデフォルトだからでしょっていう、まあ、そんなような、まあ回答が返ってくる。でデフォルトっていう言葉がイメージしにくかったら、あえて言えば、まあなんていうんですかね、正解っていうんですかね、まあ、そんなようなことなのかなというふうにデータを見ていて思います。でだからなぜ支持するのって理由があって、先に理由があって支持してるわけじゃないので、なぜ支持なのというふうに聞けば、それはそれで何らかのあれを答えてくれて、やっぱ雇用がいいっていうことを、こういうのもあるでしょうというような感じでこう後付けで、まあ、それがついてくるっていうような、まあ、こういうこう、ことなんだろうなというふうに思います。で、まあ、こんなことを、こんな解釈を党の、若者たち学生たちにいると、まあ大体そうですね、そんな感じだと思いますと、当たってますというような反応がほとんどですので、まあこれ以上これ掘り下げてもしょうがないなと、いうような気がして受け止めています。でまあ若者だけではなくて、彼らも含めてこの今言ったようなこういう話ですけど、理由は後付けでっていうのは今言った話なんですけど、まあ世間一般のその評価として言えば、まあ現状を肯定して、まあ、それを自動的にこう受け入れてるという、まあ、そういうことだと思います。よく言われるような、まあ、消極的な支持だから、逆に言うと消極的な支持であるからこそこう安定しているという、まあこういうことだと思います。で、まあ、最近のその傾向を見ていると、その一方で大半のそういう若者を含めた受け止め方の一方で、やっぱりこれは、やっぱりアンチ安倍っていうようなその怖そうという人たちも、確実にこういらっしゃるわけで、でこの辺は、まあ、これも一般的に言われていることですけど、ちょっと自分のデータでお話をすると、これはこの8月に、私どもの埼玉大学の、まあ、社会調査研究センターで毎年1回恒例で、埼玉市民の方たちを対象に、まあ、郵送で調査を行ってるんですけども、まあ、この結果ですで、まあ、幸いなことに、まあ、1000人ほど対象にやってるんですけど、毎回お答えを頂戴する比率が高くて、今年も回収率が 63% だったと思いますけども、いただいてます。でこれを見ると、埼玉市の方たち、このあれこれつかないのかな、つかない、ごめん、ありがとう、失礼しました。割合と支持率が高くなくて、今8月だと大体支持と不支持が逆転しているところの方が多いんですけど、まあ聞き方4択で聞くとそうなのか知りませんけど、トータルでもちょっとこっちの不支持の方が高いんで、まあここはちょっと割り引いてみなければいけないと思うのですが、大概こういう真ん中のこういうある回選択肢にすると、日本の世論調査っていうのは真ん中に回答が集まるので、柔らかい回答を皆さんされるので、まあここが足すと多数派になるんですけど、
思いのほかこの場合こっちの比率がはっきりこう支持しないという方が多くて、でそこのところの怖そうっていうのが、60代70代の方たちという、まあ、この辺に一つその塊でいらっしゃるっていう、これもまあよく言われることですけども、だからまあ言ってみれば一般的な人たちというのが、まあ、今の社会の雰囲気とか経済の状況とかっていう、まあ、こういうのを優先される中で、この辺はやっぱりその政治的スタンスとか、それから手法とか、まあ、それこそその盛りかけとか、いわゆる改ざんの問題とか、まあ、こっちの方を、やっぱり優先的に捉えている方っていうのが、まあこの辺にこう、塊でいらっしゃると。で、まあ、ここもまた非常にこう安定的で、あるということだと思います。でこれがですね、次のデータがちょっと麻生さんの言ったことをもう一回裏から証明する形になっちゃうんですけど、これ皆さんにお手元にこれは言ってないんですかね、同じものが、いや最初に言ってるんですよね、はい、すいません、全く同じものですので、でこれなんですけれども、社会の政治を含めた、事柄に関して、まあ、何を最もその情報源として利用されてますかっていう、まあ、それ別の回答だとやっぱり、新聞っていうのを、まあ、一番こう重視して情報源されてる方がこう非常にこのテレビやネットにと比較してこう高いと、まあ、だからさっきの年齢のところとどうしても重なるんですけども、その辺もまあ大体こう、と言われていることを確認する傾向だなというふうに思います。ただしこの、ここ実数ですけど、全体で、テレビを最優先している新聞の人、まあ、ネット、まあ、LINE や Twitter も含むんですけど、一応ネットっていうこの比率を見ると、まあ、テレビが大体半分ぐらい 50% ちょっとぐらいですか、新聞が1割ちょっとぐらいで、まあ、ネット派が3分の1ぐらい、こういう割合ですので、この、まあ、圧倒的にこう少数派ではあるんですよね。で、そうは言っても、ネットの情報っていうのも元はやっぱり新聞の情報でしょうというふうな当然受け止め方もあるんですけども、やっぱり紙ベースの新聞派 と、ネットベースの新聞派っていうのはこれ質的にかなり違いがあるなというふうに思います。でだからそれはどういうことかっていうと、同じ方が、まあ、仮にこう今まで新聞紙ベースの新聞だった方がこうネットでもうその新聞の方を見るようになると随分変わってくるんだろうなというふうに思うので、ネットの新聞派と紙の新聞派っていうのは、まあ、質的に違うので、まあ、その辺は、きちんと分けて捉える必要があるだろうなというふうにも思います。で、まあ、こんなのが私どもの、実施した調査で、皆さんにご提供できるデータです。でその先の話は、ちょっとやっぱりかなりこう、世論調査っていうものにこうこだわった、話になります。で次に行きたいと思うんですが、これの話にさせてください。で、まあ、なんといっても今メディアの、まあ、マスコミの世論調査で一番の課題っていうのはポスト RDD っていうこの話に焦点が当たります。いわゆる電話ベースのこの非常に重宝だった、RDD というこの調査方法っていうのが、まあ、いつまで続けられるのかと、この話というのが、まあ、一番で、まあ、一方で、当然モバイルファーストっていうモバイルファーストっていうことは、まあ後でも申し上げますけど、基本的にはネットというよりもスマートフォン、まあ、スマホファーストであって、まあ、そこにこうどうリーチするかっていう、こういうのが課題なんだけどなかなか難しいと。でそういう中で、まあ、その世論調査っていうものの、
まあ、パラダイムっていうのは、まあ、もう変わらざるを得なくなってきているというような、そっちの問題も、まあ、あるということです。で、まずそのちょっと今のその RD の現状からちょっとお話をしておきたいんですけども、まあ、メディアの方もたくさんいらっしゃるので、ご存知の先行ご存知のことだと思うんですけれども、ここに来てこの、2016年と17年のこの2年間で、各新聞社、テレビを中心とする、メディアがおやりになっているマスコミ世論調査の場合、ほぼその完全に今までのその、ランドラインの固定電話のみを対象にした世論調査から携帯電話を対象とする、調査も加えて、まあ、大体今イーブンで1対1っていうんでしょうか、50-50 で、調査を並行でやられて、でそのやられた調査結果をコンバインするっていう、まあそういう、まあ、そのコンバインの方法っていうのはそれぞれの各社さんでおやりになってるわけですけど、まあ併用調査っていうふうに一般的に併用方式とか言ってるんですけど、こういうこう調査方法に一斉に変わりました。定例の内閣支持率なんていうのの調査は今こういう形で、行われてます。でこれここにも書いたんですけど、予想された以上にパフォーマンスがいいというか、お答えをもらえるという、こういうことではあります。携帯電話っていうのはなかなかその答えをもらえないんじゃないか、リーチできないんじゃないかっていうふうに思われていた、あるいは、まあ、携帯電話の場合は、まあ、いろんなトラブルが出てきてこう苦情が殺到するのではないか、特に、まあ、車の運転中とかこういう時に、まあ、当然こう突然かかっていくわけですから、まあ、こういうことでトラブルが起こるんじゃないかというようなことが懸念されたわけですけど、まあ、思いのほかそういうものがなくて順調にいってると。で確かにまあ携帯電話っていうのは、運用が楽な面があって、まあ、あまり詳しくここで言うつもりはないですけれども、固定電話の場合って結構相手を特定するところが難しいわけですよね。お家の方が出て、でそのお家の出た方ではなくてその中でまた、ランダムに誰かにお願いするので、そこのところはなかなかオペレーションが難しいんですけど、携帯はもうその出た人その人に聞けばいいので、だから、まあ、よく聞く話なんですけど、いわゆるその調査会社の調査員でも、固定電話はベテランの、まあ、プロの人がやらなきゃダメだけど、その携帯の場合は素人の人でも、素人っぽいっていうんでしょうかね、熟練ではなくてもできるので、まあ、割と運用も楽だし思いのほかその、レスポンスがいいからっていうふうな、今そういう反応であまり、危機感をお持ちではないのかなというような印象を持ってます。ただまあ事故やそういう、こうトラブルがないっていうのは、まあ、それだけ、お相手の方たちが無視してくれてるからですよね。スルーしてくれてるからですよね。あるいは電話車っていうようなことで考えても、なんていうんですかね、運転しながら出る人ってまだ日本はあんまり多くないので、まあ、こういうモラルに助けられてるって言ったら変かもしれないけど、多分そういうことなんだろうなというふうに思います。で、じゃあこのまましばらく続けられるかっていうと、そんなに楽観的でもないなと思っていて、まずそのちょっと固定電話の、まあ、50対50でやってるんですけど、でまあ後で言うように選挙の調査って固定しかまだできないので、この固定電話の要するにやっぱりレスポンスっていうのはすごく悪くて、ご存知のように今もう家の電話っていうのは留守設定っていうか、これがもう一般的なので、
だから在宅しててもいても留守電っていう、こういう状況がもう当たり前ですので、非常に精度が落ちてきているっていう、これは避けることができなくて、携帯電話に関してもなかなか男女比でいうと女性が少なくなる、男性に偏るっていう、これはやっぱりなかなか改善難しいし、だからとにかく選挙の予測、後で申し上げるようにこういう世論調査のこの結果っていうものの信憑性っていうのはどうしてもやっぱりこの今沖縄の知事選もやってますけど、選挙の結果っていうのがこうどうしても答え合わせになるようなところがあるので、今やっぱりこの携帯電話をその選挙の予測ではなかなか地域が特定できないのでこう使えないという、これは相変わらず見込みがないわけですよね。これ要するに通称キャリアって言われているこう電話会社の方が結局これどう対応するかしてくれるかって話だけど、これはもう保守的で多分何らかの対応っていうのは見込めない、期待できないと思うので、これはですねなかなか厳しいものがあるという、そういう中で通常の全国単位の定例の世論調査だけ併用で今対応していて、今のところはそこそこ事なきを得ているという、こういう状況です。でじゃあもうネットかっていうと、そう簡単にネットっていうわけにはインターネットに行かなくて、で一番今ちょっと僕なんかがやっぱり周りで見てたそこに関わってて思うのは、ネット調査って言った時に何のネット調査なのかというのが、こうお一人お一人の中でこう 何のネット調査を前提にそれを言ってらっしゃるのか、で学者の中でも実は整理されてないところがあって、でこの辺の問題っていうのをちょっ ときちんと整理しなきゃいけないんじゃないのかなと思って、これはちょっと今年のマスコミ学会かなんかで頼まれて報告をしたときに作った、それ用に作った一覧表なのですが、これどういうことかっていうと、これがいわゆるマスコミがおやりになっている調査の方法ですよね。プロバビリティサンプル確率標本っていうのは全数を把握するためにやるので、対象者がその有権者の道になるようにサンプリングしてっていう、いわゆる無作為抽出っていう話の方で、これ今までは一般的なそのネット調査っていうと、こういうその調査会社さんが持ってるモニターを対象にこう調査をやるっていう、こういうのが一般的だったんですけど、これもいろんな形が出てきていて、これは本当に老舗の、ちょっとすいません、これ会社名消さなきゃいけなかったんだけど、そのままついちゃってるのでちょっとあれなんですが、これが老舗のネット調査のやり方で、各種調査会社さんが、今かなりの何百万、その何百万も多い方ぐらいのモニターを抱えてらっしゃるところもありますけど、こういうその、独自に集められたモニターに対して、調査を行う。でそれも最近は、こういう、こうプラットフォーム系みたいなのがあったり、それから最近ではクラウドソーシングなんかで、調査の対象者を募るという、よくある求人サイトみたいなところにこうアクセスしてきた人たちっていうのを対象にして調査をするというような、こういうのが非常に手っ取り早いので、学者のその研究なんかでもネット調査の結果でこういろんな検証がなされるんだけど、こういうものも結構あって、でだからこれ一つとっても随分な何をのその調査なの、どの要するにデータをベースにしてるのっていうのが、ほとんどその、きちんと整理されないでこう議論されてるのがあったので、この辺もちょっとこだわる必要があるでしょうという話をしたんですけど、こちらの方法っていうのは世論調査ではないわけですよね、カテゴリーとして。これは何かっていうと、セルフセレクションっていうんですけど、要するにこれ、
ご自分から調査の回答者になるという形でアクセスしてくる人たちを集めているわけで、まあ、応募型ってことですよね、簡単に言えば。で、応募された方たちを対象にこうやるという、こういうまあ形なので、結果はどうあれ、結果はその選挙の要請がこれでできるかもしれませんけど、まあ、世論調査というふうにはまあ言わないわけですね。だから、まあ、参考には使うでしょうけど、いまだに、まあ、定例の世論調査ではこちらには踏み込まれていないわけです。で、ですから、まあ、マスコミ世論調査っていうのはこっちの方法で頑張らないといけないわけです。で、世論調査っていうのは言うまでもないですけど、何のためにやるのかって言ったら、サイレントマジョリティを補足するためにやるわけですよ。まあ、これに尽きるというふうに思います。まあ、平たく言えば、自分からは意見を表明しない人、言いたがらない人たちをどれだけ捕まえることができるか。だから自分から意見を言いたがらない人、表明しない人たちを苦労しながらこう集めていくっていう、ここに世論調査、マスコミ世論調査っていう、この結果をもって有権者全体、社会全体を推定するっていうところのこの正しさが、まあ大義名分が立つわけですから、まあ、こういうものに基づいた、まあ、有権者名簿でやって郵送でやるのか、それとも今のように電話番号を、まあ、言ってみれば、国民総背番号的に考えて、まあ、その中で誰でもが当たる確率が同じような形にしてランダムに選んでいくっていうやり方にするか、まあ、それはそれぞれの方法ですけども、まあ、これにこだわり続けなければならないという宿命があるわけです。で、これに関して言うと、それも、まあ、そうなんですけど、今やっぱり単発のお答えの方法では取れなくなってきているので、その電話だったら電話だけとか、郵送だったら郵送だけという形ではなくて、例えばネットでも答えられるとか、電話だけじゃなくてこっちでも答えられるとか、 SM っていうのはショートメールのことですけど、こういう形で、まあ、その、回答の方式っていうのをやっぱりある程度こう複数構えて、まあ、やらざるを得なくなってきているというのが、まあ、ちょっと変わってはきてますけど、まあ、いずれにせよ、まあ、こちらがこの主流でこう、まあ、あり続けるという、これがだからいつまで引っ張り続けられるかっていう話に、まあ、なってくるわけですね。で、そのもう一つ気になっていることは、その先ほどの何枚目かのこの表の前のところの一番最後に、インセンティブと寄付型調査って書いたんですけど、まあ、社会との関わりで、確かに世論調査っていうのは社会を相手にするので、こう社会の変化、そういうものにこうどう対応していくかという側が問われるんですけど、これはこっちの調査っていうのは全部、回答してくれる人たちに謝礼が、その、まあ、多い少ないはありますけど、これがつくわけですよね。だから対価が伴うっていうか、まあ、見返りが必ずあるもので、でメディアの世論調査っていうのは従来はそういう、こう見返りがない中で答えてもらうという、まあ、こういう、こう対象者とのやり取りが基本だったんですけど、最近はこういう、例えば郵送なんかで言うと、もう当たり前のように謝礼付きというのが一般化してきています。だから社会がそう変わってきてるんだと思います。だただで答えられるかと、何にももらわないで、対価ともらわないで、こんなものに答えられるのかっていう、そういう雰囲気に今なってきているので、まあ、我々がその大学でやるような調査ってこういう、こう対価とか謝礼送れないので、結構今夜来ます。大学の調査だって知っているのに何もないんですかっていうような今夜来たりするので、もうこれもしょうがないことなのかなとは思うんですけど、まあ一般的な謝礼の渡し方っていうのはちょっと細かいことにこだわるようなんですけど、で恐縮なんですけど、まあ答えてくれた方に答えをいただいてから、謝礼を、まあ大体今図書カードっていうのが、基本ですけども、まあその500円とか1000円レベルですけど、それ以外のものがついたりするところもあるんですけど、まあこういうふうに、まあ対価としてお礼として、まさに謝礼なんですけど。
そうでなくなってきてるところがあって、まあどことは申し上げられませんけども、そういう謝礼を前渡しにしてご調査をおやりになっているところがメディアでも出てきています。だから郵送であれば調査票をお送りする中にもう謝礼が入っているっていう、こういう方式で、調査をやられているところが出てきております。でこれって、まあ、世論調査って選挙のシミュレーションの役割も果たすわけですけども、これってちょっと言い方をもう厳しく言えば、一票をお金で買ってるっていう話になるので、果たして世論調査っていうものの、その確かに対価なくお答えをもらうっていうのが失礼だって社会になってきてるんですけど、逆に言うと一票でお金を買って世論調査をやるっていうのも世論調査のマナーとしてどうなのかなという気もしていて、そこで私はそこにこう抗うということで、そのインセンティブバイアリのその調査もただでは答えてもらえなくなってきているものに対してあえて一石を投じて寄付型の世論調査を採用しています。でこれは全国紙で言えば毎日新聞社さんと、共同という形で私どもの埼玉大学の社会調査研究センターが年1回やっているこの全国調査では、対象者の方に対して回答者の方に関して、まあ、謝礼の代わりにその謝礼分、寄付先のリストを示してどこかの寄付先を選んでいただくという、まあ、500円相当の謝礼を送る代わりにということですけど、で、まあ、寄付というのは任意ですので、当然その選択肢の中に、寄付は嫌だと謝礼が欲しいという選択肢も作って、調査をやって、これがもう今年で6年目になります。で謝礼じゃないやり方でこれ回答率が落ちてきたら嫌だなと思ってたんですけど、通常の世論調査と回答率変わらないので、まあ、意を強くして、やっているんですけれども、まあ、大どころのその選択肢の中で最後にその寄付ではなくて謝礼を送ってくれっていうふうにそちらを選ぶ方が、まあ、毎回安定していて大体2割ぐらいです。でこの2割を多いと見るか少ないと見るかは評価の分かれるところだと思いますけど、そんなことをやってます。あとは今年からですけど、後でちょっとそのデータは紹介しますけども、ちょっとある調査会社さんに協力してもらって、ショートメールの世論調査をやっています。月1で今、実験的に、まあ、ちょっとまた公表できるようになったら今日公表しますけど、そこでもこだわって、寄付型にしてます。でこの場合は大どころ足長とか育英会とか赤十字社とかそういうところではなくて、毎日のようにもうちょっと要するに細かいその選択肢を用意して例えば乳がんのあれのピンクリボンだとか盲導犬協会とか聴導犬協会とかですね、こういうのを含めてやってます。そうすると一番に寄付先で選ぶでいる方が多いのが羨ましいなと思うんですけど、iPS 細胞の基金です。で埼玉大学社会調査研究センターもそこに入れたいなと思うんですけど、さすがにそこはそのお手盛りのそういうことはできないんですけど、これが一番多くて、ああそうなんだなというふうに思います。それでこれは謝礼っていうのは、これもなんか会社の名前が出ちゃうから言わない方がいいかな、いわゆる町カフェってやつでコーヒー一杯、スマホでこういう形でっていうあれをも寄付ではなくてそっちがいいよっていうのも選んでいただけるようにしてあって、そのこっちの場合はやっぱり、100円のコーヒーなので 5% ぐらいですかね、それを選ぶ方が、まあでも安定してます。でこんなやり方でちょっとやっていて、少しその今のこの、世論調査のあり方っていうのに関して一石を投じているつもりですけれども、あんまり世間的には多分、知られていないというふうに思います。それでちょっと余計なことを言ってしまったので、ポスト RDD の話で言うと、
実はですね、電話かネットかっていう話では実はなくて、これにどう対応するかっていうことだと思います。で、この、 私どもの、 その調査の結果を表の4と5に示したので、先にそっち行きたいと思います。この方がいいと思います。で、これはですね、先ほど言ったそのさいたま市の、まあ、この全国データとほとんど同じ傾向なんですけども、いろんな統計データと、の調査で、これも、6年間この質問ずっと聞き続けてるんですけど、スマートフォンをお持ちですかという質問に対しての、回答です。まあ、回答率が一定なので、この経年変化がそれなりに客観性を持つと思うんですけど、このほんの6年前の 39% からもう年を追ってこういう形で、その保有率上がってきて、今年は 72%、というこう支配的な比率になりました。で、これ今年の年齢だけで言うと、まあ大体この辺までは標準装備になっていて、もうこの辺はもう圧倒的なシェアなので、でこれが要するに、まあ、示していることっていうのは、世論調査のやっぱり対応すべき方法っていうのは、確かにその固定と携帯の問題はもちろんその引き続きあるんだけれども、相手の要するにその環境っていうか情報環境デバイスの問題として、電話かネットとかっていう話ではなくて、スマートフォンにどうリーチするかっていう、これにまあかかってきているわけですよね。で、だからネット調査っていうのも、このところPC 持たない人がすごく増えてきているので、従来のPC ベースのネット調査っていうのはもはやちょっと限界が来ているわけですね。で、したがってこうスマートフォンを対象にしたこう調査っていうのをどういうふうにこう位置づけていくかっていうのが、もう一つこう世論調査がどれだけこう続いていくかっていうこと の課題であって、まあ調査会社さんなんかではもうネットベースでもうランダムドメインとか言ってですね、どうやってやるのかっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、そんなことを試みてる調査会社さんもあるんですけども、私はちょっとその先ほど言ったように、ある調査会社さんとまあ共同っていうかお願いして、ショートメールを、ベースでのこのいわゆる、世論調査とは言えないかもしれないけど、まあ、相手がその電話対象で電話番号をランダムにっていう形で言えば、まあ、世論調査方式であるので、対象にしたショートメールベースのこういう世論調査を今年の4月から始めています。で、これは、相手に最初に要するに、まあ、ショートメールの世論調査なんで、お答え対応してもらえますかという形で、打診をして、まあ、了解をくれた方に対して、ショートメールをお送りすると、でそれに回答してもらうというこういう方式 その調査なんですけども、でこれをまあその先ほど言った寄付型でやってるんですけど、まあ、その回答者の構成比っていうのがやっぱり非常に安定してます。もちろんそのお答えをくれて OK だよって言われるまでに相当無視されて相当スルーされて、だから非常に確率は悪い、回答率なんていうものが出せないくらいの、まだ、実績ではあるんですけど、これを見て思うことは、この比率なんですよね。有権者の中でのこの辺の人口構成比とほとんど同じで、通常の RDD と全く、反対の、ここが当然厚くなりますので、通常の今 RDD と全く反対で、この30代まででだいたい4割近い比率を常にこう占めていると。で、この辺のこの比率、有権者全体の中でのこの比率っていうのを考えた場合ですね、
まあ、ここは何よりもこれだけ取れるっていうのは貴重で、この方法っていうのもどういうふうに位置づけていくかという、これは考えざるを得ないだろうなというふうに思います。まあメディアの方はご自分の社の今 RDD の回答者の構成比を見ていただければ、どれだけこれが対照的かっていうのがお分かりになると思いますけど、特に固定ので、じゃあこの、おそらく回答してくれてる人にかなり偏りはあるけれども、回答者の構成比っていうのは、非常にこう若い人たちがきちっと取れてるこの調査の結果っていうのは、じゃあどうかと、問題は結果になるわけで、その結果をお示ししたのが次のこの、表に、ごめんなさい、グラフになります。で、最初に、お示しするこれはですね、私どものところで、昨年から各社の了解をいただいて、朝日共同、そこにも書いてありますけど、日経、NHK、毎日読売、これの6社の定例の毎月やられている内閣支持率の平均値を単純平均ですけども、これをグラフ化して私どものトップで掲載してます。で、この平均値です。内閣支持率のメディアの。で、8月にちょっとこう支持が増えてっていう、こんな感じの平均値になるんですけど、そこに、今私どもがやっているショートメール調査の結果をこれ重ね合わせるとこんな感じになるわけです。で、不支持率に関しては赤の方に関してはほとんど一致してます。傾向も絶対値も。それから支持率に関しては私どもの そのショートメールのこの調査の方が常に高いんですけど、この幅とそれからこの傾向っていうのは全く同じです。非常に安定してるなというふうに思います。で、これをもってこれが正しいという気はありませんけども、お若い方が多いっていうこともあるし、それから第三回答を用意してないので、私どもの調査は、メリハリがつく分こう支持率が高くなるのかもしれませんけれども、この辺のこの交差点っていうのを見ると、だいたい今8月ぐらいからこれがこう7、8ぐらいのところでこれが逆転してるんですけども、それをこう2ヶ月ぐらいこう先取りして、こういう傾向が見て取れるので、そういう意味でもこれをもう少しちょっと続けていこうかなというふうに思ってます。で、こういうなんていうんでしょうかね、代表性って、今までの世論調査っていうのは、対象者をどう募るかっていうことで、サンプリングの方法がきちんと社会をこう代表するミニチュアになっていれば、世論調査はいいんだっていう話だったんですけども、やっぱりその辺のパラダイムっていうのを少し変えていかなきゃいけなくて、ここでもその言えばですね、やっぱり それだけではなくて、こう回答してくれた人たちがどれだけ社会を反映しているのか、投影しているのかっていうのと、それからやっぱり社会に対しての先ほどのそのインセンティブの問題もそうなんですけど、なんて言ったらいいんですかね、社会に対してのその、応答性というのか、その対応度っていうのかな、こういうのは常にやっぱり緊張関係にあるんだろうというふうに思います。ですから、もう一つ余計なことをちょっと今急に思いついた話で恐縮なんですけど、最近僕が気にしているのはですね、世の中でもこの話すごいこのデリケートな話になってきてると思うんですけど、男女を聞くっていうのが結構微妙な問題に今なってきています。で、時々やっぱりそういう問い合わせやお叱りを受けることがあります。こういう調査で男女を聞くんですか、聞く必要あるんですかっていう、それでそういう声が非常に結構、あるので、私どもの今年のその、先ほど来お示ししている定例の調査では、男女聞かないわけいかないわけですよね。例えば安倍内閣の支持率って男女差でこんなにあるわけですから、男女聞かなかったら論調査の意味がないぐらいのこう情報っ
的価値があるわけで、聞かないわけにはいかないんですけども、この聞き方気をつけなきゃいけないんだなっていうところがあるので、どうしようかなっていうふうに思ってですね、で少し思案して、でまあ答えないっていう選択肢にしようか、答えたくないっていう選択肢にしようか、まあその辺を検討して、で学生たちに、一番敏感な学生たちに、答えないっていう方がいいの、答えたくないっていう方がいいのっていうふうに聞いたら、学生たちの反応真っ二つに割れました。でもう決めかねてしょうがない、答えないっていう方に私が判断して、それがいいかどうか分かりませんけれども、そういう選択肢を作ったところ、この今年のそのさいたま市の調査でいうと、この答えないという選択肢をお選びになる方が、さあ何パーセントだったと思いますかって話なんですけれども、2% ほどいらっしゃいました。ですからまあもうこれもこの第三回答っていうのを作らざるを得ないんだろうなと思うんですけど、この辺はだから調査の場合、もうその回答者の回答っていうものを正しいものだと、これがその正解なんだっていう、そちら本位にするのか、こっちが持っているやっぱり基礎データの方っていうのが、まあ基準にするのかっていう、まあこういうものもやっぱりこう変わりつつあるんじゃないかなと。もうこれはもうはっきり言って、回答者のお答えが正しいというふうに、もうそういうルールにしないとこれ対応できないんだろうなというようなことも感じているので、ちょっと今余計なこと言いました。それでこの一番の、世論調査のこの行方みたいな話なんですが、これ辺がメディアと政治の話に関わってくる話になります。それでまあ選挙離れ、社会の選挙離れっていうのに支えられてる面が、助けられてる面があるな。で結局次のやっぱり試金石は国民投票になりますねという話なんですが、ちょっといきなりそれいかないで、こういう、ちょっと話を、してからにしたいと思います。で私は、メディアにがおやりになっている世論調査を世間一般でマスコミ世論調査っていうふうに、表現されているので、こういう形でくくってんですけど、マスコミ世論調査って一言でくくるなよってお叱りもあると思います。でただですね、確かにですね、内閣支持率の絶対値が違ったりすると、この間のその、安倍さんの参戦後のその内閣支持率も微妙な違いがあったりもしましたけど、でとあるいはその憲法改正なんていう非常に聞き方によって結果がこう変わってくるようなものに関して言うと、なんでこんなに各社によって同じような時期に同じようなことを聞いてるのに違いがあるんだっていうことが確かに話題にはなります。ただ私から見ていると、そういうこうそれぞれの違いに関して、ちょっとあまりにも当事者であるメディアの方が過敏に過ぎるのではないかなというふうに思っています。逆に言うと辛辣な言い方をすると、ちょっと自意識過剰じゃないかなと。世の中の人たちは、そんなに気に留めているのでしょうかという感じもします。確かにそのなんかブランドイメージっていうのが一定程度あるのはそうですけど、僕がやっぱり関わってて思うのは、その同じ方が世論調査に答える、同じ方がそのなんていうんですかね、どの社会から電話がかかってきたかによって答えを変えるっていうほど皆さん器用でもお暇でもないんじゃないかなと思うんです。でそれは例えば一例を挙げれば、どこにしましょうか。じゃあすいません当事者の方に入れたら失礼ですけど、読売新聞の世論調査と朝日新聞の世論調査みたいなことがいつも話題になるんですけど、よく聞く話は、
読売新聞が世論調査をやっているときに朝日新聞に抗議がかかってきての電話がかかってきて、今読売新聞から世論調査だって電話がかかってきたけどなんだって朝日新聞に抗議の電話が来るって話をよく聞くんですけど、まあそれっていうのはそこのところの枕っていうのをまああまり世の中の人たち聞いてないんじゃないかっていう、いう気にする方もいらっしゃると思うんですけど、それを聞いてもちろん気にする方っていうのは多分そこに反応して、答えなかったり、まあ、というようなそういう方はいらっしゃると思うけど、同じ方がそういう感じでこう使い分けたりするっていうことは私はほとんどゼロに近いと言い切っていいと思ってます。それでまあ、それはこう半分こうちょっと茶化した言い方なんですけど、要はこの社会的な資産としてのこう世論調査っていう意味で言うと、今もうやっぱり各社マスコミのその世論調査っていうのは一蓮托生なんじゃないのかなと、その各社の違いっていうのを気にしているもう段階ではないんじゃないかなと。やっぱり意識する相手っていうのはここにも言ったように SNS であれありそのビッグデータでありこちらの方がやっぱりこう世論だっていうふうにまあ受け止める人たちがこう多数になってきたらもう勝負にならないわけですから、やっぱりそれとのその多分その旗から見ている人間が生意気なことを言って大変恐縮なんですけど、そういう感じではないかなというふうに思います。で、この IOP って書いたのは IoT をもじって IOP って書いたんですけど、まあインターネットポールズっていう、まあ何かっていうとポールズっていうのはメディアの世論調査のことですよね。もうどんなやり方のどんな世論調査でももうネットに関わってるネットとつながってるっていうこういう今状況だと思うんですね。で今までの世論調査っていうのは、調査主体である、メディアの側なりこの我々がいて、でその対象者と我々っていうのがこう一対一でこう対応するっていう、郵送調査であれば我々のような調査主体と調査対象者とかでその調査対象者の人とこうやり取りして答えをもらうっていう、まあ、そういう形だったと思うんですけど、もうその先のこの調査の対象者同士が横でつながっちゃってるわけですよ。郵送調査をやってる時もネットで SNS でどういうふうにこうこの我々の郵送調査っていうのが受け止められてるか、お互いに調査対象者同士で議論されてるか、こんな調査来たよとか、これこの謝礼がこうだよとかこうだったよとかっていう電話調査をやっている時でも、何調査ネット調査のだけの話ではなくてどんな調査をやっている時でもその向こう側にこう対象者はその対象者同士で実はこうそういう形でこうつながっている、だからこの言ってみれば死客の逆転って書いたのはそういう意味で、こっちがコントロールしてるつもりで実は向こうの方が主導権取ってるみたいなんですね。こういうこう力関係のこうシフトっていうのが起こってきています。ですからやっぱりそういうその評判とかそういうところで何て言うんでしょうかどういうふうに受け取られてるかっていうのを気にせざるを得ない、そこはもうしょうがないんですけれども、でもやっぱりこういうメディアの世論調査っていうのはそういうこう苦情を言われながらやるところに意味があるっていうんでしょうかね。でだからこそその対象者にとってみても世論っていうのが自分たちのこの手の届くところにあるっていう、どこの誰がやってるのか分かんないじゃなくて、まあその誰がやっててどういう調査方法でって、まあ、そういう形でこっちからもそれに関していろいろ言えるっていう、でそこが要するにまあ一番要するにメディアの世論調査のそのいいところであって、まあ、世の中の人たちがそういうことをどれだけ分かってくれてるか分からないですけど、そんな感じがします。でさっきのその冗談めいてお話した、その
いろんなデマっぽい噂が飛ぶっていう話で言えば、今回もあの沖縄の知事選で、どこどこの社の世論調査結果だっていうのが、まことしやかにこうあのネットの話題になってるって言われたんですけど、これってあの昔からよくあることで、やっぱりあの どこの誰がやってるかわからない調査でも、何々新聞の世論調査ですというふうにこう言うと、まあ答えてくれるというところがあるので、よくメディア その名前っていうのがそういう調査にこう使われるわけですよね、語られるって。でもそれは裏を返せば、やっぱりそれだけ社会においてそのメディアの信頼性が高いっていう、答えてくださるっていうことの裏返しなので、やっぱり、その辺のところっていうのは、まあそういうもんだと。当事者の方たち大変ですけど、あの選挙の大規模な世論調査の時に、あの各社の世論調査部とか世論調査室の人たちが、まあ、どうだけ大変な苦情を受けて思いをされてるかっていうのはよく目にするので、あんまり言いたくはないですけれども、まあ、そこはそういうものだろうなと思って、で僭越ながら、あの昨年から、まあ、このこういう内閣支持率、平均内閣支持率っていう、この、私どもの今それこそあのスマホで埼玉大学社会調査研究センターっていうのを、まあ、あのヒットしていただければトップにこれがあの出てきます。で、あのこの平均値っていうのを出したというのは、まあ、借り物のこういうデータをトップに出して、あの、失礼かもしれないんですけども、その、まあ、一番今あの客観的な世論の指標っていうのはあのこれではないですかっていう、まあ、そういうメッセージとして、こういうものを掲げさせてもらってます。あの、予測とか、それからそういう、こうなんかこれをこうそのあれに使おうとかっていうことではなくて、まあ、あの商売関係ない大学だから許されるのかなっていうところの甘えもあるんですが、まあ、これを、あの掲げてるというのはそういう文脈です。で、メディア間での結果の違い、内閣支持率の違いを気にされるんであれば、この違いっていうのはどう捉えるんですか、こっちの方が実は、社会に対しての説明としてはきちんとした方がいいんじゃないですかっていうふうにあの思うので、これをちょっとあえてあの掲げました。これは、今の固定電話と携帯電話の併用方式の調査の回答率です。でこれは、紙面で公表されている、だ紙面 の最後じゃないけど、一面じゃないところにこうちょっとなかなか目がいかないところに、各社ともこういう質問と回答結果と最後の方に調査方法ってこのくらい の虫眼鏡で見るような字で書いてあるんですけど、その公表されている結果をそのまま、私が調べた結果ではなくて紙面で公表されている結果を、このままここに表したんですけども、もうそのこれを見るとですね、その回答率です、調査の回答率っていうのが、あの恐ろしいほど各社で違いがあるわけですよ。で、まあ、あの一番上のこの朝日さんで言えば、まあ、あの固定と携帯の回答率っていうのはほとんど変わりなくて、まあ、ちょっとやや、低め。共同さんはあの実数で出しているので、これは私が、計算したものですけど、固定が高くて携帯が低めで、差がかなり大きい。で毎日さんは両方とも高いんですけど、こういうこのと逆で、携帯が非常に高くて、あの固定よりもあの両方高いんですけど、この数値なんていうのは、かつての、1960年代とか70年代の古き良き日本の時代の面接調査の回答率ぐらいの恐るべきこう数値なんですけど、こういう高さで。読売さんは、共同さんと若干似てるんですけど、固定の方が高くて携帯の方が低いというような、まあ、いずれにせよこの、回答率のこの差っていう、これは何なんだっていうのを世の中の人たちは知らないから、気づかないからいいんですけど、それから要するにこれはなぜかって言ったら、これあの、文法が違って計算式がそれぞれで違うからですよね。で、まあ、こういうのっていうのを
ことさら強調するつもりはないですけど、まあ、結果をこう示している当事者としてはやっぱり何か何らかの形で説明する必要があるんじゃないですかってとっても気になっているので、ちょっと付け加えました。それで、一応そのまとめの方に入っていきますが、技術的な話はこのぐらいにして、ちょっとまとめに入りたいと思います。で、こういう話で、これもちょっと失礼な話をせざるを得ないんですが、今の要するに、メディアのおやりになって世論調査っていうのは、社会においてこれだけまあ定着している、注目されている、その要するにまあ根拠っていうのは、この3行目に書いた、内閣支持率民主主義と選挙予測の精度、これが両輪だと思うんですね。で、世論調査の内閣支持率というのが、まあ、政治を評価する絶対的な基準で、まあ、政治家のみならず社会の人たちもこれをそういうものだとで受け止めてるという、まあ、これって、まあ、言ってみれば高い内閣支持率をその背景に登場した多分小泉さんぐらいのところから、定着してきた話だと思うんですけど、これって要するに、確かに小泉モデルではあるんですけど、もう一つ言うと世論調査的に言うとこれ RDD モデルなんですよね。小泉さんの登場と共一にして RDD という方法が登場して定着してきたので、これと共一にしているわけで、ですから、まあ、確かにこれしばらく続くんだろうと思います。その組閣してこのあと各社調査をおやりになって安倍さんの支持率どうだみたいなのがこの先をこう決めていくっていうような、まあ、そういう光景っていうのは大体こう容易に想像がつくので、まあ、しばらく続くんだとは思うんですけど、この RDD モデルっていうのが、まあ、果たしてこういつまで続くのかなということを考えると、まあ少なくともまあ安倍さんがすごく内閣支持率をこう気にしているうちは花なのかなという気はするんですけれども、果たしてどのくらいこういう状況が、この続くのだろうかと、よかれあしかれこんな気がします。それからもう一つはやっぱり選挙の予測っていうのが時々外れることはあっても、やっぱりこうそれなりにこう正確だっていうか、まあ、それがその傾向をちゃんと捉えて結果と対応してるという、これがやっぱり社会的に認知されてるっていうことが大きいと思いますよね。どうやったってこれも世論調査と選挙予測って質は違うんですけど、目的が違うので世論調査の使われ方が違うんだけど、だけどやっぱり、選挙の予測が当たらなくなったら世論調査に予測に答えてもらえなくなってしまうので、やっぱそこが今支えになってる。でただしやっぱり今そこそこ固定の RDD で、まあ、選挙予測っていうのが、まあ、成り立ってるっていうのは、そのやっぱり社会 その選挙離れっていう、こう大状況に助けられている面があるわけですよね。国勢調査って言ってもせいぜい、毎回投票率は5割程度、まあ、半分ぐらいの人たちしか投票しないという、まあ、こういう、こう現実っていうのにやっぱり支えられて成り立っている、助けられている。それから有権者っていうのの、まあ、その投票行動が単純化反応化してるっていうのは、まあ、言ってみれば、政治家がその政治マーケティングなんて言葉を平気で言うわけですから、まあ、有権者がまあ消費者化してるっていうんですか、消費者扱いしてもそれで成り立つっていうような、そういう2つの面にこう支えられているわけで、そういうの
こういう状況っていうのが、まあ、こうそのいつまでこう、続くのだろうかと、特にその RDD モデルっていうのがっていうのと、これ一蓮托生のようなところが、まあ、やっぱりあるんじゃないかなと思います。それ でもう一つ、これはあまり強調したくないのですけれども、あの現実的な話として別の意味での一蓮托生っていうのが、あの、うん、各社さん終わりで、なかなかやっぱりこの、 あの調査っていうものお金がかかりますから、これが多分一番今現実問題として各社さん、あの抱えられている問題として切実だと思います。ですから、あの、はたから見ている部外者が、あの、あんまり、あの、言うつもりはありませんけども、あの定例の世論調査だけでなく、まあ、やっぱ選挙の時のその大規模な世論調査っていうのは、なかなか単独で、おやりになるっていうのが難しいという、こういう状況があるので、やっぱりあの客観的な、あの、なんていうんですかね、現実として、あの来年の参院選ぐらいがそれぞれの社が、まあ、もちろんご一緒におやりになっている社ももう2008年ぐらいからありますけど、なんか最後かもしれないなっていうような感じを持って、あの見てます。でひょっとするとそう遠くない ない将来に、まあ、なんかこのメディアの世論調査っていうのは、まあ、NHK さんとそれ以外みたいな、そんな形のまとまりをしていくのかもしれないなっていうふうに、まあ、あの想像したりもしてます。まあ、これはあまり言いたくないですけど、そういう要するに客観的なこの状況っていうのはもう一つあることは事実なので、そこは私がいかんともしがたいところですが、こんなことを感じています。それでそこへ持ってきて、もう一つ、政治の側から、安倍さんの側から、課題が投げかけられつつあるわけで、これにどう対応するかっていうのが、まあ、一番ホットイシューですので、この話をしないわけにはいかないと。で、まあ、仮にあるとしてという前提なんですけど、この憲法改正の国民投票っていうのが、まあ、世論調査の信憑性とかご信頼度制度っていうものの、この非常に大きな試金石になることは間違いないと。一つは、その選挙の予測っていう方は、まあ、固定の RDD なので、まあ、それはなかなか、あの、それをどう続けるかっていうのは厳しいんですけど、国民投票の場合は全国一本の調査ですから、当然調査っていうのは新しく今おやりになっている固定と併用のこの、方式、あの形態の併用方式をおやりになるので、まあ、この制度っていうのは、まあ、如実に現れる、そういう、こう、試金石でもあるっていう、そういうこと。それから、もう一つは、これがなかなか難しいなと思うんですよ。対社会に対して。どう説明しても多分、そうは取ってくれないっていう問題で、調査か予測かっていう話で、で、調査か予測かっていう、こちら側は、メディアの側はそういう判断、そういうスタンスだと思うんですけど、世の中の人は調査かつ予測なので、分けてなんて捉えてくれないので、ここは、その、当然その、こういう話になれば、今の定例のように、まあ一定期間、こう、その、国民投票っていうののプロセスがある中で、世論調査のような形で、こう賛否をお聞きになると。でただしこれは調査結果ですと、あくまでも、まあ、世論調査である以上生の数字を出さざるを得ないので、これはあくまでも、調査の結果ですとでいう形でこう出さざるを得ない。 でもそのエクスキューズは通じないわけですよね。まあ、それはその生の数字であれ、やっぱり実際の結果と対応して捉えられるということで、であの、まあ、私がちょっとあの若干取材したところによると、2015年の5月でしたでしょうか、あの大阪の住民投票時の時に、一応これを予行演習
的に捉えて議論されて社としてどうするっていうことを、お決めになった社と、そういう議論全くされなかった社と、それから東京関係ないから大阪社会部またっていうふうに対応されたところといろいろあったみたいですけど、そのやっぱりそこの中で、調査だというふうな形で、捉えてこう調査結果としてこう報道されると。でそうするとやっぱり思い出させていただきたいんですけど、現実にその調査っていう形で言うと、かなり反対の方が話してたんですけど、イギリスのあれと同じように。で実際は大接戦だったわけですよね。でそういう中で、まあ、その記事としてはその生の数字その中で、これは投票すると必ず投票に行くと言ってる方に絞ると確かに接戦になるので、まあ、そう書きたいところだけどそうは書けないので、なかなか大変な対応だったということをお聞きしてるんですけども、似たようなことが、まあ、出てきて、で、まあ、これは仮にの話なので、このいろいろ反対がある中でその本当に押し切るのかどうかっていうのは僕分かりません全く、ただまあ早晩そういうのがあるとした場合に、なかなか難しい問題を抱えてるなと思うし、それから、世論対世論っていうことで言うと、今まあ反対というのかこうちょっとその、あんまり急がないでっていうのがあるんだけれども、果たして有権者の人たちはどう対応するのかなと思うんですけど、そんなに反対はしないんじゃないかとも思うんですよ。でそれは何を根拠にお前そう言うんだということだけを言って終わりにしますけれども、やっぱり一つは優先順位が低いんですよね、有権者の中で。でこれが一つのすごく優先順位が低いっていうことで、そうであればやっぱりそんなにこう反対もしないのではないか。そうなると安倍さんが言われている自衛隊員のプライドとかの家族の方たちがっていうキャッチコピーっていうのは結構有効なのではないかとも思うので、そうなると、まあ、総選挙のノリで、タイミング重視でこれがこう提案された時にはやっぱり、現実問題としてその世論調査にとってもなかなか、こう厳しい試験問題が投げかけられるんじゃないかなというふうに思っていると。すいません、なんか多分超過して時間が長くなってしまったと思うんですけど、これで一旦終わりにしたいと思います。すいません、ご清聴ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。また時間少し、いただいておりますので、ご質問ある方ぜひ挙手でお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。ちょっとお聞きしたいんですけれど、まあ、有権者といいますか回答者の側 の、まあ、つまり公表されたメディア側の予測や調査に対するその、まあ、いざそれを見て有権者の方が投票所に行く場合 の有権者側 の、まあ、リテラシーといいますか それをどう反応するのか、それに影響されるのかされないのかというのは、それはもう数年来全然変わっていないのか、それとも最近新たな傾向があるというのは。まあ、そうですね、まあ、最近は小選挙区制になってからやっぱり非常に、流れが一旦できると、まあ、それがこう変わらないっていう、うん、どちらかというと昔言われたその勝ち馬と半眼びいきで言えばやっぱり勝ち馬に乗る方が多いので、うんうん、まあ、そういう形でその、まあ、逆に言うと調査のによる方の報道っていうのでこう、うん、選挙の結果が決まっちゃうのでこうそこの問題っていうようなことが言われるんですけど、確かにそういうところはまあ流れとしてある、まあ、だからそのことを先ほど私はその有権者の方 その投票行動っていうのがやっぱりこう単純化してる、今回こっちだよってなったらやっぱりそういうムードっていうのでこう決まってくっていうところはあると思うんですけど、今回 その答えにくいところですけど、
総裁選なんか見てると、まあ、その一種の第三者効果仮説みたいなところがあって、まあ、これ第三者効果仮説の古い話ですけど、やっぱりあの、自分はそうじゃないけど世の中の人たちはこうなんだっていうことを、どうなんだっていうことをやっぱり周りをすごく気にする、そういうこうやっぱり、感じもあるので、だからまあそれがそのどんな形でこう反応するのか、どんな感じでこう出てくるのかっていうのが、まあその今までと同じようになるのかどうかっていうのは若干こう留保しておかないといけないなとは思っています。分かりました、はい、すいません。ご質問はいかがでございましょうか。はい、河村さんだ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。テレビ朝日の河村と申しますけれど、あの自民党総裁選について、まあ、あんまり注目しないでよっていう、そういう一つの流れの選挙であったというご指摘でしたけれども、まあ、各メディアの受け取り方は、党員投票、地域の党員票がどれだけ、まあ、拮抗するのか、石破さんが迫るのか、その党員票に注目する予測記事が非常に多かったわけですけれども、実際にあの先生から見ていて、自民党の党員を対象にしたいわばデータを集めて予測されたそういう世論調査というものがあったのかどうかで、そこで実際に 55% 対 45% というそういうかなり正確な調査結果を打ち出していたメディアが、SNS にしてもネットにしても全てのメディアの中で自民党の世論調査も含めてそういうデータ結果を出した調査結果というのはあったんでしょうか。その辺の分析はされているでしょうか。いや、あの当事者でないので僕は全くあのそういう調査に関わってないし、そのデータも見ていないので新聞記事だけです。すごいなと思いました。確かにあの、党員の方を対象にした調査っていうのを、複数の社がおやりになって、でしかもその記事にされるっていう、ああそうなんだっていうふうに思いました。でどういうやり方をされているのかは僕は全く分かりません。だってそんな党員名簿なんていうものがその100万何万人もいらっしゃる、これが本当にこうその簡単に手に入るものなのか、しかもそれっていうのが紙ベースじゃなくて電子データでなければ多分調査なんてできないと思うんですけど、あそんなことができるんだなっていうふうに思います。で逆に言えばその有権者の普通の世論調査の方式で自民党の党員を当てていくっていうのはこれ不可能に近いと思うんですね。あの普通 の, その 毎回1000人2000人というふうにおやりになる、世論調査の回答者に一人一人にあなたは自民党員ですかって聞いて、そうだって答えた人を1000人も2000人も集めるなんて、そんなやり方ができるだろうかっていうと絶対できないと思いますので、まあ、お金がいくらあるんだろうか、時間がいくらあるんだろうかと思うので、多分そういう、こう党員のそのというのをそのデータっていうのがを何らかの形でこうお持ちになっていてやられたんだろうなというふうに想像しているわけです。でそれをやっぱりこう調査結果としてそもそもああいう それはあのすごい制度だなと思いましたけど、こういうのをそういう形で、まあ、複数回やられたところもありますし、でそれでまあちょっとこうあの変化があったりするので、あのなんか そういう形でこう報道すると、その紙面化するということに関してこう社内で、どういうその議論があってあの、まあ決められたのかなっていうところが、私は一番気になるところですよね。そのぐらいしか言いようがないですね、その点に関しては。分かりました。他にどうぞ倉重さん。ありがとうございました。アンチブラシです。ですね、
ショートメールによるね、はいはい、スマホによるショートメールのこれが一番最先端なと言いますかね、まあ、最先端かどうかわからないけど今後一番可能性の高いことはちょっと試みてないといけないだろうなと、でこれも非常に精度が高いというね今、しかも先取りしてるという話だったんですけどもこれの手間とコストみたいなものはどんな感じなんですか。これでこういうのを揃える回答者構成をこう揃えてこれ大体、回答者で取れるの毎回、2000人ぐらいで、まあ、だからその通常の、メディアのやりになっている世論調査と同じ規模を想定してやっています。でこれは基本的に、オペレーターを使わない調査なので、そういう、こう各社さんがおやりになっているその調査会社の調査員を使いになってやるのに比べてすごくコストかからないんです。でだからちょっと方式が違うんですよ。でお金そんなにないですからですから、まあ、そういうやり方で、やってるっていう限定があるので、比較にはちょっとならないと思います。要はシステム化するとボタン一つ押すと立ちどころに返ってくるような感じになる、まあ、そういう こちら側は一斉にかけられてっていう話です。はい、しかもそれはあとランダムにスマホの宛先を作って、そうですね、電話番号をランダムに作るという、それは同じですので、はい、これ 18.4 とかここに書いてあるのはあれですか、平均ですかこれ、一番上に2000人対象にして今年の4月から、5ヶ月やってるっていう、そういう意味です。ですから大体2000人規模ぐらいで、うん、メディアの全国調査と同じような規模でそれを想定してやってで見ていますと。なるほど。いうことです。わかりました。はい。どうも。はい。どうぞ。個人会員の尾崎と申しますけど、昔今会社新聞社の OB なんですがね、昔やっぱり調査部にいたことがあるんですよ。まあ、大規模な世論調査というよりも、まあちょっと小規模なんですけど。はい、それを思い出しながら先生のお話聞いてですね、だから私いたのはもう20年30年ぐらい前の新聞社の話ですので、もうこれは世論調査、要するに社会調査だとかですね、マーケティング調査っていうのはですね、すごく進歩してるけども、世論調査っていうんでしょうかね、世論調査っていうのはもう限界に来てるのかなっていう印象です。これ先生のお話聞いて、ここまでねインターネットとそれからいろんなオーディエンスじゃなくて何ですかね、有権者のね意識が変わってくると、それでもう基本的なことなんですけども、まあ初歩的な質問なんですが、先生がこの声の中でですね、世論調査の目的はサイレントマジョリティの考えを探ることだと確かそうおっしゃったと思うんですよね。でそれがですね、要するにメディアのやっている世論調査で果たしてどこまで可能なのかと、かなり限界が来てんじゃないかっていうですね、マーケティングだとかですね、意図的にコントロールするというふうな調査っていうのはますます可能性が出てくるかもしれませんけど、それにどのようにお考えらっしゃるのかなと思いまして。はい、ありがとうございます。確かにマーケティングの場合はいわゆる 1億人を対象にすることはないので、そういう問題代表性って起こってこないんですけども、今の要するに、まあ、世論調査 の、まあ、そのメディアの世論調査のなんていうか到達度っていうんですかね、どれだけのこう人たちをこうカバーできてるかっていうと、まあ、なかなか厳しいものがあって、この先ほど出てきた回答率っていうのは、まあ、非常にこう言い方よくないですけど、ご自分たちで甘めのその回答率っていうので対応されてるっていう、それはそれで有権者対有権者に対してはやっぱり必要なところもあるんだと思いますけど、アメリカなんかだと、RDD の回答率は1割を切ったなんていう報告もあって、 9% だなんていうのも報告されていて、まあそういうオープンな社会だからそれでも答えてくれる人がいると思うんですけど、で、だからまあそのまあそれが高いか低いかは別にして、こう今までこうメディアの世論調査っていうと非常に
あの面接調査時代っていうのは大抵の人がやっぱり答えてくれてっていう、まあ、こういうこういい環境にあったのがやっぱりここへ来てこう急激に崩れていて、それぞれの調査方法の対応年数っていうのが、まあ、本当にあの面接で40年続いたのがかつて の, あの電話のいわゆる電話番号で有権者名簿で調べてっていうのも、まあ、わずか10年ぐらいかな。それで RDD が出てきてもう、まあ、今小泉さんの頃ぐらいからだから、これがもうやっぱりなかなかっていうふうになってるので、一つ一つの方法っていうのの対応年数がすごい短くなってきてる中でどう対応するか難しいなというふうに思います。で、それでもそれなりに、その今 の, その世論っていうのを、まあ、あの的確に捉えているなというふうに僕は思っていて、で2つ理由があって、安倍さんじゃないですけど、安倍さんが支持される理由じゃないですけど、他にじゃあ世論これが世論だっていうんで今そのこれを上回る制度のものありますかっていうと、これはありません。これだけは確信を持って言えます。それからもう一つは致し返しで、先ほど言ったようにやっぱりあのサイレントな部分っていうのを捉え、どれだけ捉えているかっていう、こうその掘っているかって、地面に埋まってるところを海面にこうあるものをどれだけこうやってやってこの ほじくり出してるか救えてるかっていうとなかなか難しいんですけど、今やっぱり表に見えてる部分も掘る部分もそんなに差がなくなってきてるっていうか、すごく世論が均質化してるっていうか確実化してるっていうのか、だからどこを掘っても同じようなものが出てくるっていう、まあ、そういう社会だからこそ、そのこの方法が、まあ、それなりに今も通用してるんだと、そういうことだというふうに私は認識してます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いしますか。今日は本当にお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。記号いただきまして、有権者登録制の検討ということをご提言をいただきました。この話また今度今日時間あるのでまた別の機会にもお話をいただけると思います。それから日本記者グループの方からいつもですがネクタイをさせていただいています。いつもいただいてました。どうもありがとうございました。でお知らせですけれども、これシリーズでございまして、あと2回、10月19日次でございますけれども、午後1時半から、東北大学の准教授でいらっしゃいます、川村和則さん、お招きします。東京の政界もよく見てらっしゃるんですが、地方からもですね、地方の世論と東京の世論の違いということも深く研究されていまして、地方における世論調査というこういったタイトルでお話をいただこうと思っています。それから11月14日ですけれども、この午後1時半からですが、飯田武同志社大学教授です。飯田先生はですね、まだ若いんですが、アメリカの特にアメリカの政治のですね、状況について、計量政治学という非常にその、まあ、統計学の分野からですね、実証的なアプローチをされている方で、まあ、まさに新進気鋭の先生なんですが、11月14日ですので、ちょうど中間選挙が終わって1週間という時期にですね、アメリカの今回の中間選挙、そして特に世論調査とどういう関係があったかということについて、分析をしていただこうと思っております。以上でございます。今日は本当にどうも長時間ありがとうございました。どうも失礼します。